あの人は。ボス、どうしたの？やけに疲れてない？あ？ああ、ライザか。何、外の店で食事しただけだ。港の近くのな。いいなあ。あの辺って村の中では割といいお店多いんでしょ？行ったことないけど。そのようだな。ま、おそらくうまかったはずだが、全く味を覚えてなくてな、さっぱりわからねえ。いや、そもそも食べたかどうかもよくわからん。どういう状況なのよそれ。もったいないな。初対面の見知らぬ女と同席してよくわからん話に口を合わせて食べる飯なんて楽しめるかよ。そう、私だったらそんなの全然気にならないし、バッチリ楽しめるけどな。その能天気な性格が羨ましいぜ。お前はこれからもずっと変わらずにそうであってくれ。それは失礼じゃない。なんだかよくわかんないけど、ボスも大変なんだね。これで平気だと思うんだけど。よかった。随分と大きいのができたね。ここまでとは思わなかったわ。くそ、俺もこっちの宿に移ろうかな。確かに随分と立派なものが完成したようじゃな。ちょっと大きすぎかな。この村に来る者たちに向けて作られた宿じゃ。これくらい立派でもよかろう。これほどの変化を受け入れられるのに、どうして炭水化装置に対しては否定的なんだ。あれの性能についてはこの島で暮らしているあんたならよく分かっているはずだが。水源が消えてからというもの、あの炭水化装置が村に与えた恩恵の大きさは重々理解しておる。だが炭水化装置を通した水を使ったことで村に悪い変化が起きているのじゃ。おい、いくらなんでもそんな言いがかりは。その証拠に空間フルーツの味が以前に比べて落ちてきている。確かに最近ちょっと変わったかもとは思ったけど、炭水化装置のせいだなんて。ライザ、五郎の話は本当だよ。それに味が変わったのはつい最近じゃない。4年前から少しずつ変わっているんだ。水源がなくなって水質が変わったのが原因さ。空間フルーツは変化に敏感な果物だからね。
けれど、水源がなくなった以上は味が変わるのも当然のことだからね。私たち農家は今の状況を受け入れて、これ以上味が落ちないように頑張るだけさ。そんな、まさかそんなことになってたなんて。ライザ、どうにかしなくちゃ。アトリエで何か方法を考えてみる。このクソガキが急に絡んできやがったのさ。今さら真面目な話があるだと？俺の知ったことかよ。このクソ親父、何一つ本気で向き合いやがらねえ。だからギリギリ通じるこいつしかねえんだ。帰ってきた時はそしらぬふりしといて今さらか。手前がってばかり抜かしやがって。あんたがそれを言うのかよ。俺にも心の整理をつける時間が必要だったんだよ。だから知ったことかって言ったぜ。なんで俺がおめえの話に付き合わなきゃなんねんだ。一応は俺の親だろうが。チェ、いつまでもピーピーうるせえ。いい加減黙らせてやる。昔みてえにこいつでな。二人ともやめ。こんなもんかよ。昔の俺に言ってやりてえぜ。本気で挑みは5回に1回は勝てたぞってな。真面目な話って言ったが、別に俺が話すんじゃねえ。ほんの少し前、偶然旅先で出くわした。母ちゃんからの手紙だ。確かに渡したぜ。もうすぐ俺はまたライザたちと旅に出るが、今度帰った時また知ったことかなんて抜かしたら本当に許さねえぞ。ライザ、行こうぜ。ボス君、空剣島の方はどう？ああ、ぼちぼちな。そうだ、近々仕事の話をしてもいいか？王都の恐ろしい物価を経験しちまうと空剣島が天、クラウディアのとこに入り浸ってるとお菓子の食べ過ぎで太りそうだね。ライザはいつも忙しく走り回ってるから
それくらいでちょうどいいんだよ。はい、オートより一通即便で届いております。持ってまいりますので応接室でお待ちください。ありがとうございます。いや、二人ともいたんだ。こんにちは、タオ君。聞こえちゃったけど、オートと手紙のやり取りというと、相手はパトリツヤ嬢ですかな、タオ君。オートからの側便は多分ね。そろそろあれの結果も届く頃だろうし。あれ？そっちよりも僕の方が側便を出しに来たんだよ。パティじゃなくオートの知り合いに。オートの知り合いって学園の人たち？うん、ボスと相談してさ、オートで例の本にあった竜の風跡って言葉を調べてもらうことにしたんだ。真面目な話だったんだね。ありがとう。いいよ、友達だろ。クラリア、僕らが旅に出た後、空剣島に届いた手紙は？分かってる、ちゃんと転送してもらうようにするよ。即便の手配をいたしました。オートから届いたものはこれです。お受け取りください。はい、ありがとうございます。うわ、分厚い封筒。さっきの件なわけないし、一体何？パティからだけど、まさか。さっき言ってたあれってやつかもね。これってまさか両方？両方って何が？ごめん、今日は帰るよ。どうしちゃったんだろう、タオ君。さあ、どこに行くの？なんだ？森の中は苦手です。どこも同じに見えて分からなくなってしまいそうで。フェデリーカ、何か考え事？考え事というようなものではありませんが、皆さんのおかげでサルドニカの諸問題は整理されたわけですが、その影響で私に新たな感情が芽生えました。新たな感情？はい、私もガラスで何かを創作したいという気持ちが高まってきていまして、町の問題などに関わることが多かったためにしばらく創作活動から遠ざかっていたので、たまにはと。へえ、いいじゃん。できればこれをガラスで作るのかと思うような変わったものがいいんですが。ガラスで何かを作るの？素敵じゃない。でも変わったものってなんだ？それがいいものが思いつかないのです。ただ綺麗なだけの置物などはそのあたりにいくらでもありますし。そうだな、じゃあガラスの靴ってのはどう？飾るんじゃなくてちゃんと履けるやつ。いや、そりゃ無理だろう、砕けちまうぜ。それにもし履けてもさすがに痛くて辛いんじゃないか。それよりガラスの秘密基地ってのはどうだ？当然割れないくらい分厚くて頑丈な作りにする。ガラスだと中が丸見えで秘密基地にならないと思うよ。それにガラスで作るのはさすがに危ないんじゃないかな。
それなら楽器はどうかな。楽器、それは結構意外性があるかも。ちゃんと使えそうだし、危なくもなさそうだし、良さそうな気がするね。ガラスの楽器、面白そうです。でも一口に楽器といってもいろいろありますよね。それじゃあフルートは？弦とかもないから全部ガラスだけで作れるんじゃないかな。ガラスのフルート、ありがとうございます。その案使わせていただきます。やったね。どんなのができるか楽しみになってきたよ。どうしたのライザ、何か嬉しいことでもあったの？ちょっと思い出してた。4年前の夏はこんな感じだったなって。言われてみれば、みんなでここを作ってからよく集まっておしゃべりとかしてたよね。苦労して作ったのに、ひと夏しか使えなかったのが残念だったな。今じゃ隠れ家じゃなくて完全にライザのアトリエになっちまってるからな。掃除とか修理とか一人でやるの大変なのよ。年に一度は帰ってきなさいよ。そういや、この隠れ家ってのは元々あった廃屋を改装して作ったとか言ってたな。今さらだが、勝手に使っていて問題ないのか？廃屋とはいえ持ち主がいないわけでもないだろう。村の人たちからは何も言われたことないけど。当たり前だ、ここは島の外なんだぞ。所有者が島の人間なわけあるか。クリント王国時代から残ってるんだぜ。所有者なんかとっくの昔にいなくなってるだろう。でもこの家ってどんな人が使ってたのかな。作りかけの地図とか宝の地図なんかが置きっぱなしになってたよね。確かに、謎だな。そんな怪しい廃屋だったとは。お前ら少しは警戒しろよ。空間フルーツの味が4年前から変わり始めてたなんて、もっと早く気づくべきだったのに。ルベルトさんからお手紙？今は対象をクラウディアに任せて家で楽隠居してるんだっけ。大げさすぎるよ。紹介は今お父さんが故郷で運営を総括して、主要な対象を私が管理するって感じかな。なるほど、運営を総括で管理なんだね。手紙はお母さんの容態は安定してるから心配せず好きにしなさいって返事。合流する前に少しの間ライザと行動しますって確認の手紙を送っておいたんだ。さすが、手回しが的確だね。お父さんがついてるって、お母さん本当に大丈夫？私との旅で長く会えなくなったりしてない？大丈夫。容態って言うから大変に聞こえるけど、お母さんの様子はずっと変わりないんだ。お父さんが一緒にいるのはライザのおかげ。え？あの時ライザが私たちをもう一度まっすぐに結びつけてくれたから、お父さんも私も
遠慮なくお母さんのことを話してどうするかをお互いに相談できるようになったの。それこそ大げさだよ。私が手助けしたとしても勇気を出したのはクラウディア本人なんだから。勇気ん？どうかした？ねえライザ、錬金術って物を作るだけなのかな？え？あ、今の話は忘れて。ちょっとライザに甘えすぎなことだから。なんだかわかんないけどいつでも続きをどうぞ。クラウディアのことちゃんとわかってるから。ライザ、気遣って考えて遠慮もしてね。でも言うべき時には言ってくれるんだよね。空剣島に来るとただいまって言いたくなっちゃうんだ。どこに行こうかな。なるほど。王都の恐ろしい物価を経験しちまうと空剣島が天国に思えてくるな。いらっしゃい。何か買ってくついでに錬金術で作ったすごい道具とか売ってほしいな。お、何売ってくれるの？ふむふむ、いいものが手に入ったよ。ありがとね。またいつでも来てね。フェデリーカ、こんなところで何してるの？ライザさん、あ、いえ特に何ということは。ただ考え事は。考え事ってサルドニカの？そちらは二人がうまくやってくれているようです。考えていたのはライザさんやあの島のこと。フェデリーカ、ちょっと付き合ってくれるかな？はい、どちらへ？ちゃんと私たちのことを説明できる場所。きっと驚くよ。私たちもそうだったんだから。って感じで私たちは故郷を救ったわけ。今また証拠りもなく危なくなってんだけどね。何を言っていいのか分かりません。錬金術にクリント王国、異界、いろいろありすぎて。説明が乱暴だったかな。脅かすつもりはないんだ。ただ話じゃ分からなかったと思うけど。怖いだけじゃない、ワクワクする冒険でもあったんだ。それで今新しい冒険に新しい仲間も飛び込んできた。私はフェデリーカのことをそう思ってる。それだけ言いたくてさ。ライザさん、あの宮殿に入ることができたのも新しい仲間のおかげ。まあ結果はあんなだったけど。ありがとうございますライザさん。私も仲間としてできることでお手伝いさせてください。そしていつかライザさんの言われるワクワクする冒険を一緒に感じたい。きっとすぐそうなるよ。改めてよろしくね、フェデリーカ。
はい、こちらこそ、ライザさん。一通りみんなの様子は見れたかな。一度家に戻ろう。